WBC、大谷さん、エンゼルス首脳にビデオ通話で決勝での登板を懇願していた。エンゼルスの大谷翔平投手が21日、日本時間22日に行われたワールドベースボールクラシック、WBC の決勝戦までに球団首脳に決勝登板を懇願し、許しを得ていた。28日に取材に応じたミナシアン球団 GM が明かした。翔平がやりたいことであれば、それを支持する。信頼していると言ったよ。選手のキャリアは限られている。彼がどれほど優勝したかったか、分かっていた。米国との決勝の前に大谷から連絡があり、ビデオ通話で救援登板について話し合いをしたという。許してやるから一生エンゼルス、な。勧誘のための駆け引きやろ。エンゼルスの契約切られたらどうするんや。頑張りすぎやろ。他球団、朗報だね、にっこり。エンゼルスでどれだけ優勝したいかはわからん模様。残留したくてもエンゼルス払えへんのちゃうか。実質リスクないチャレンジやん。ずるいぞ大谷。残留してくれるならいいよ。エンゼルスが優勝どころか、ポストシーズンにすら出られないのが悪い。その後の日々を思えば、最後に思い出作ってもええやろ。いいけど残留な。無理なら今季で移籍しますって言われたら何でも許すわ。投げるの許したから一生エンゼルスや。GM、トラウトお前何でもするって言ったよな。三振しろ。許可した結果大谷の価値が上がりすぎて、契約更新がさらに難しくなってしまったのは草。まあでも正しい選択をしてくれたわ。あれで商品価値上がっただろうからウィンウィンでは。今季トレードでめっちゃ良い条件引き出せそうやな。1イニング投げるだけでそんな故障リスクとか上がるんかね。大谷打ったらめっちゃ利益出るんやろうな。エンゼルスに利益出るパターンって FA までにトレード出すしかないよな。どうするんやろな。Y が GM なら FA 前にぽい。なんかエンゼルスの要求が無茶すぎてトレードにならないって話が漏れてたな。栗山、僕から決勝投げてくれと言っても翔平は天の弱だから聞かない。本人から言ってくれるのを待った。エンゼルスで地区優勝すれば残るんだし、簡単なことだろ。ああ、借りを作っちゃったね。じゃあエンゼルスに残るってことで。さすが大谷やわ。最後大谷じゃなきゃまくられてそうやったしな。実質 GM じゃん。去年の時点でプロスペ6人提案されたけど断ったからな。今年は保有半年しかできんし、そこまで出すか微妙や。登板させなかったら出ていくぞとか言ったんかな。